福場古墳は、鳥取県倉吉市福場にある古墳。形状は円墳。波吐き神社古墳群を構成する古墳の一つ。鳥取県指定史跡に指定されている。鳥取県中部、倉吉駅から北方の太平山から西に伸びる、尾根の先端部付近に築造された古墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は円形で直径十五メートル。 高さ4メートルを測るとされるが、興奮とする説もある。主体部の埋葬施設は、霧石の両袖式横穴式石室である。副葬品はつまびらかでない。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀前半ごろと推定される。三明寺古墳と共に、倉吉地方における代表的な終末期古墳である。古墳域は1956年に、 鳥取県指定史跡に指定されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されている。石室の規模は次の通り。原室の奥壁は霧石により、天井石は一枚石による。原室内には、原門付近の床面に、敷居状の石が建てられ、石触りと見られる。奥壁の一部には、石色岩料が残り、 装飾古墳の可能性が指摘されるが、つまびらかでない。また、原文の天井石には扉を観音開きする際の段をフす。ありがとうございます。